ご視聴ありがとうございます。最終回のお相手は、すべてを超えた先で一億を恵んでくれるゼノジーバです。ターボ化された新大陸の概要は、初回化したの概要欄を見てね。それでは、データ紹介に移ります。まずは、ゼノの体力や弱点などから。1万を突破して、2万の大台に乗っています。ゼノは通常状態と臨界状態があり、それぞれで肉質が異なっています。通常時は右上の通りで、臨界時はランタマが胸、だが頭になっています。属性は通常状態ならば非下流、臨界ならそれ以外の属性の通りが良くなります。有属性については一つ注意点があって、ゼノの有風ひるみの効果が、有膜消失なんですね。が、それはゼノの臨界を遅延させる要因になるので、デメリットになってしまいます。なので、素直に火で行くか、物理変調で行くってのが利口なんですね。次に、状態異常耐性。睡眠は無効になっています。毒は、総ダメージが全モンス中1位で、DPS が2位と非常に有効です。毒の耐性上昇も高くはないので、狙う価値はあります。強い毒武器がないのが、悲しいね。続いて、昼道。前足が低いので、よく戦闘ハメされてるね。臨界時の胸ハメも見る機会が多い戦法ですね。どちらも計算しやすい値なので、ハメる場合は、計算するなり攻撃方法を決めるなりして完遂したいですね。ゼノ一旦ここまで。仕様変更の紹介に移ります。発売当初猛威を振るい、ナーフされてしまった。斬裂弾が強化されています。今回使うわけではないんですが、漏らさず変更点を紹介したいのでここで紹介。現在の斬裂弾から 1.5 倍されています。ナーフ前は 7×6 ヒットの42に対して、本モッドでは 9×5 ヒットの45になっています。一発あたりのダメージは弱体化が入る以前より強くなっているんですね。もちろん残裂のみの持ち込み数はそのままなので、そこの差は依然としてありますが、ターボかモンスターが無理、倒せない、って場合の救済措置になってくれているようです。この威力で、当時なかったイビルマシーンで撃つととんでもないことになりますね。まあ、こんな感じで本モッドもいろいろ配慮してくれてるわけです。感謝。ゼノの話に戻ります。ゼノの臨界周りの仕様を少し解説しようかと。まず基礎知識として、今作の固有は、それぞれ能力に関わる特殊値を持っており、クエスト開始時点では、初期値はランダムに設定されています。ランダムといっても2か3パターンですけどね。テオが粉塵をまとってなかったりするのは、この初期値ランダムが要因の一つです。ゼノの特殊値は、幽膜生成に関わる値。この幽膜値は、方向などの特定行動、時間経過で増大し、ハンター側の攻撃、幽風で減少します。大勢の TA で生成がばらけたりしてなんでー、ってなってたのは、これらが原因なんですね。臨界状態へは、胸のエネルギーが溜まることで移行します。そのエネルギーが、幽膜を破壊することで、胸に輸入されます。今まさに破壊されて、光が動いています。見えるでしょうか？あの光がエネルギーで、それが輸入されたことにより、臨界状態へ移行。幽膜破壊だけでなく、時間経過でもエネルギーは溜まりますが、ゼノの攻略はいかに臨界にさせるかにあるので、それを早めるために幽膜破壊は取り込むべき要素になっています。そしてここからハメカスタイム開始。必死にそれっぽくアバウトに計算しながらやっています。
臨界状態の解除は、一定ダメージまたは時間経過で解除されます。この一定ダメージってのが、低すぎるため、基本的にダメージで解除になります。今やっているやり方でも1ダウンで解除されてしまいます。が、臨界解除は強制というわけではありません。解除の際にするビームか、大なら疲労モーションのようなものをしない限り、解除には至りません。これらはどちらも、通常通りハンターをターゲットからする行動に分類されます。よって、その行動をする一瞬の隙を突くか、今やってるみたいに、後ろに位置取ることで振り向きを誘発して、その間に再びダウンを取ることで、臨界状態を強制的に伸ばすことができます。例外もあるのですが、そこまで解説すると時間が全く足りないので今回はここまで。今やってる貫通ハメは、おそらく胸ハメの中では一番難易度が低くて、よっぽどのことがない限り、振り向き時に昼道に達するので、計算力やテンプレ遂行力は、あまり求められません。三段ハメのガラクと言われたらそれまでなんですけどねー。でも、本モッドで貫通強いしええやろ、って勢いで使ってるよ。アイスボーンで、このモッドと同じモーション値になってほしいなー。ヤホーも出るだろうから、貫通ヘビー輝けー。エンディングや番外編をするつもりはないので、ここら辺でサクッと本モッドを通して感じたことを、数値を少しいじるだけで、ここまで不満が解消されるとは思っていませんでした。特に、属性値上限撤廃、貫通弾、強属性瓶は素晴らしかった。一番は何と言っても毒。本シリーズを組み立てる際に、普通に武器選択上位に上がり続けるほどでした。毒も輝いてくれー、頼むー。もっともっと言いたいことあるけど、簡単に済ますとこんな感じでした。制作者のヘックス氏に無限の感謝を。そして、各コンの調整班はエアク調整とコッペ数値量産をしないよう頑張ってください。以上だ。最後だからかっこよく決めるよ。そりゃあ。討伐完了。結局はめたけど、それでもタフさを感じるほどだったね。今回使用した装備は、ダチュラブラスターとカイザーアルファ一式。せっかくだから、超絶カイザーしようとしたけど、あの双剣弱すぎて、即捨てました。ということで、ターボ化された新大陸はここまで。ここまでのご視聴、本当にありがとうございました。またいずれー。